ぜ。南西諸島から奄美群島に生息する小型のフクロウ、琉球コノハズク。夜、餌となる昆虫を求めて活動する。車の往来が少ない林道は彼らにとっても絶好の餌場となる。深い森から1羽また1羽と舞い降りてくる。しかし彼らは明かり一つない暗闇でどうやって餌となる昆虫を探し当てるのだろうか。コノハズクも含めたフクロウ類は光を感じ取る視細胞の密度が人間の100倍近くある。それだけわずかな光でも感じ取ることができるのだが、驚異的なのはむしろ聴覚である。コノハズクの耳はわずかに左右非対称の位置にあり、かすかな音のする方向だけでなく距離も測ることができるのだ。左右非対称の耳の構造は大型のフクロウではより顕著になる。暗闇に響くわずかな羽音を聞き分け獲物を見つけ、音もなく飛んで捕獲する。センサを駆使した夜のハンターの姿だ。琉球コノハズクの生息する琉球列島湖の島々は貴重な動植物の宝庫である。特に奄美大島にはアマミノクロウサギやルリカケスなど世界でもこの島にしかいない種が生息する。琉球コノハズクも生息する島によって鳴き声の違いが指摘されており、研究の進展が待望されている種である。この貴重な自然の姿を次の世代に伝えていくためにも、生き物たちがどのような優れたセンサの力で環境に適応し生活しているのか明らかにしていく必要があるだろう。人類にはこれほどまでに自然を測るセンサはない。しかし人類には分析力という種を超えた力がある。その分析力で自然を測り、多様で美しい地球の姿を守ること、それが人類に与えられた使命と言えるだろう。ハイテクの一歩先にいつも、堀場製作所。